どうも、くまきょん音楽チャンネルです。本日はこちらの曲やっていきます。リクエストいただきありがとうございます。ということで登場コードこのようになっております。いつも通り簡単コードのみとさせていただいております。簡単コードのみとはいえ結構難しいと思いますので、まあ、根気よくですね、まずはゆっくりと取り組んでいただければなと思います。最も難しいのは右手になっております。極力簡単にはさせていただいてます。ではどういう風に弾いているのかということですが、まず基本のストローク、これになります。このスピードでねコードチェンジしていくのですごい大変だと思います。まずはやってみましょう。タンタンスカスカトンタンスカという風にコードチェンジしています。これタンタンスカスカまで最初のコード、そしてその後スカトンタンスカのツカのところでコードチェンジします。でも気持ちツの時にもう変えている感じですかね。タンタンスカスカっていうツの時はもう手離しちゃって、カの時に押さえる、ツーカみたいな感じですかね。タンタンスカツカトンタンスカってやっていただくとコードチェンジしやすいんじゃないかなと思います。このストローク難しいよって人はもうちょい簡単にしていきましょう。タンタンスカタンタンスカタンタンスカというのでも大丈夫です。君の声を聞くその役目が、この場合はダウンでコードチェンジできるので比較的簡単かと思います。さっきのよりは。なので まずどっちかのストロークでねやっていただくといいと思います。これも難しいよっていう方もねいらっしゃると思います。その場合はダウンだけ、改札の前につなぐ手と手、はい、ダウンダウン、ひたすらダウンしていく、はい、これでやっていただくのがいいかなと思います。ね、いろんなコードも出てきますし、右手のパターンもよく分かりづらいってねなると思います。初心者の方にとっては何もかも難しいはずなので、とはいえこの曲すごい名曲で本当にいい練習になるので、ゆっくりと取り組んでいただければなと思います。千里の道も一歩からですのでね、僕も最初全く弾けないところからやっておりますので、少しずつ取り組んでいただければなと思います。で慣れてきたらもう指で弾くようなアルペジオっていう弾き方でやってみるのもいいんじゃないかなと思います。そういう細かいことを知りたいよという方はですね、オンラインレッスンとか使っていただければなと思います。ちなみに一部ですね、例えば D サス4から D に行くところとか、最後の G サス4から G に行くところとかっていうのはちょっとストロークを変えています。こうやるとぽくなるのかなと思います。はい、タンツカツカタンってことですね。タンツカタン、はい、最後もタンツカツカタンで2番にする、その前のところですね、やってあげるとぽくなるのかなと思います。そこだけは、だからタンタンツカツカトンタンツカタンツカツカタンということですね、うん、っていう風にやっていただくと、お手本弾きの最後のところとかイントロのところとかが再現できるのではないかなと思います。皆さんのギター上達を心から応援しています。以上簡単な講座とします。最後にお手本弾きどうぞ。Yeah.
ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。